どっちがいいですか。違うんだ。僕は拓人くんに投票しました。さようなら。カンニングせえ。タスクすな。陣内智成みたいな感じでいうか、いやタスクすな。よまたタスクしとるこいつっつって、お前ちょっと関西弁わからんけど、しよし、いやタスクすな、かっこ陣内智成って感じ。イアゴスティーニ、大滑り、陣内智則で行きましょう。黄色、緑、黄色。しっかり伸ばしますんね。素晴らしい。シンドランね。はい、はい、広がりました。イエーイ。素晴らしい。はいはいはい。ベリアス、初日議論参加できたよ。怖かった。って考えたら、K さんちょっと白く見えるかなって感じかな。最後、ウェポンあたりで二人っきりになったけど、あんまり何もしてこんかったかなっていうぐらいですね。原さんも O2 に作業してるときに来て殺されるかなと思ったけど、殺されなかった。誰が白いかとかを言うてく感じですね、これ。まあ、薄いですけど、ね。薄い。まあ、印象ぐらいのレベル。ちなみにエレクトリカル直した人って誰ですか？はい、僕です。真っ白にしてください。お願いします。ありがとうございます。伊藤さん、緑色ね。緑色です。はい。結構早かったですね。うん。ありがとうございます。私とセンターさんがたどり着いた時にはすでに直ってましたね。職人なんで。職人？はい。なりわいですか、これが。はい、これで稼いでます。マジか。最後、アドミン見て、ウェポン1、O2 1、ナビゲーション1とかだったから、だからなんか最後さっき言った人にいる人数が合ってる気がします。うん。僕は最後、カフェテリアのドアを閉められて払いすることをした。さっきの教訓とかじゃないんですか。強制解放。払いせなんだね。開けろ、ドア。結構ウェポンの方固まってて、停電起きたからドサキル起きるかなと思ったけど。そう。確認しに行った。かたくなにみんな隕石やめなかったけどね、私もだけど。そう。そう、サンタスさんと誰かがウェポンの方から出てきて、殺人起こったかなと思って見に行ったら、誰も死んでなくて、ウェポンでそのペアさんが作業してて。うん、ほうほうと思いながら見てました。サンタスさんが結構なんやろ。うん、ウェポンとかで何回かあったけども、スルーしとったら白いのかなぐらいに思ってたけど、まあでも白いよ、ほんと薄い、今日のって薄い要素なんじゃない、うん、まあ、ありがたいってありがたいですけど薄いとか、まあトータスさんが一番白くてタクト君が次に白いかな。その心は、メイヤさんの好み、貢献した順です。メイヤさんの好みちゃうんか。誰すか入れたのは。一応スピーカーミートで一応スピーカーミートでお願いします。はい、お越し屋さんになんぼお願いしたと。内緒。ホセさんはそりゃ内緒さ。コスかー。ま、通りもまためんね。うまかー。傑作まんじゅう博多通りもん。後藤チーム歌ってゆく。白黒ピンク青オレンジ緑。これ右行かない方がいいかもな、むしろ。
や、怖えな。か、これサントさん逆にやられてる気もするな。サントスです、はい、リアクターセキュリティロアアッパーの十字路のアッパー側、カメラがギリ映るか映らないかのところで K さんが死んでました。アッパー側、ピカさんがカメラを見ていてくれたならその辺通った情報があるかなと思いますが、サントスさんぐらいしか通ってないです。え、あと割と長い間カメラついてたな。俺アドミンから出た時いや、ただ違う、サントスさんは下から通ってるはずだから、そこは通ってないからサントスさんではないはずなんだけど、確認したいのが、タクトさん確かコミュサバが、コミュニケーションサボタージュが入る前ってカメラ見られてましたよね。はい、あれか、 K さんとか見ました？ K さんですか？うん、僕その時にセキュリティからコミュニケーションの時に降りてったんですけど、ロアからコミュニケーションが、その時にはちょっと見れてないんすよね。コミュニケーションサボタージュになる直前はセキュリティ1ロア1ありました。あ、私も同じく確認してます、うん、でサントスさんがそれを見て左に行ってるんだろうなと思って、うん、僕はコミュニケーションを直してミヤさんと一緒に直しました、うん、2人きりです。僕がエレクトリカルというかロバーエンジンから行くときに K さんとすれて、エレクトリカルから出ていく K さんがロバーエンジン側に行きました。その後ピカクロスさんが行ってタクト君がその後についていくって形で行ってるんで、うんうん、しか結構あるんじゃないかなって思いますよ、うん、ピカクロスさん僕とすれ違いましたっけ？タクトさんはあの出てくところ見てますね。あ、ですよね、ですよね。コミサバが入って直しに行くところを見に行ってる、うん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 、その後にサントスさんとすれ違ってっていう、その2人しか僕は見れてないので、だから私視点はその付近にいたことがあるのがタクトピカクロスだから、そのどっちかかなと思ったけど、俺容疑者入ると思うわ。コムズなってからメドベイ行って、メドベイにいてたから、メドベイ出たあたりになった、うん、そう、ね、そう、あ、それは確認してるから、一応トータスさんも容疑者候補ではあるって感じかな、うん、んでもカメラの位置的に出入りでピカさんいたんだったら無理じゃない？いや、コミサボ、コミュニティサボタージュが起きてるから、うん、その間は見れない。その時何してたんですか、ピカクロスさんは？私はずっとエレクトリ、エレクトリじゃない、セキュリティのワイヤータスクとかやってたよ。あと治るの待ってた。うん、治るの待ってた。じゃあ無理じゃない、トータスさん、うん、なんだなんだ、なんか情報が欠落してない？なんかピカクロスさんすごい断片的だね。太田さん不可能になるはずじゃないのか。ちゃんとさ、なんかピカクロさんの情報がすごい不正確だなって思うんですけど、どのタイミングから見て、何を見たのか、死体を見たのか見てないのか、誰を見たのか全部最初からお願いします。コミュニティサボタージュが終わった後に私はカメラを起動させていて、でカメラを起動させてる時に十字路下からサントスさんが来て私のセキュリティのカメラの様子を見てくれてるのを確認している。あとはみんながチリチリバラバラになってあっちこっちでカメラに映ってたって感じなんだけど、その間に私はKさんの死体は確認できていない。サントスさんがどこでしたっけ？サント、十字路の上でカメラにギリ映るか映らないかなんで、映ってなくても映らなくてもおかしくないと思います、うん。だとしたらピカクロスさん視点ってタクト君がめちゃくちゃ怪しくなりません？いや、タクトさんがセキュリティから出てまっすぐ下に降りてるのを確認しているから、そうなってくると、タクトさんが、1回出て計算を切る人、もう1回セキュリティに戻ってカメラを見てコメサボを起こして出ていったって話になっちゃうから整合性が取れない。サントスさんってタクト君とすれ違った？すれ違った、ロアですれ違いました。あ、なるほどね。あれ、あれか、トータスさんは歩きでってことね、うん、その、うん、コミュニティサボタージュ中にメッドベイに入って出てくるのだけ見えたから、歩きでアッパーエンジンの付近でやった可能性があるっていうのはピカクロスさんしてってことですか？うん、うん、まあただだからといってトータスさんを釣りたいかって言ったらそこまでではない、うん、なるほどですね、わかりました、うん、ありがとうございます。で、あとなんかプラスアルファで言うと私もタスクがあと1個です。はよ、だからなんだよね、だからもうタスクはほぼ終わってるから、コミュニケーションサボタージュが終わったらカメラすぐ見ようと思ってたんですよ。だから待機してたって感じ。え、早すぎない？
ボルド早くない？え、カメラ見ててそれ不可能じゃない？さすがに。いや、できるから。まあいいや、できるからまとめて全部終わらせましたよ、ちゃんと。なるほど、うん、あ、リアクター鳴ってる時追いついた人誰ですか、初日ガンムシで。あと私です、私です。ああ、なら納得、うん、うん、めっちゃ納得。やべえやついいなと思って。私とタクトさんがリアクターの時ずっと右側で助け合ってる。そう、2人だけでした、来なかったの。そう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 。リアクター。あ、なら納得だ。やば。緊急事態やぞ。原子炉が溶けとるやぞ。何やっとんじゃ、助け合ってる場合か。白が止められてんのか。これだけ話すか。あ、タスクの量なんですけど、2、3ゲージ分なんで、マジで終わってそうですね、ピカクロさん。あ、なるほど。あ、ゲーム終わってます、ちなみに。やばい。早っ。すごっ。俺あともうちょいあるな。これもう、めちゃくちゃやばいこと言っていいですか、うん、定期的にボタン押したら 100% 勝てますね、これ。お前ら、この数やったら。よかった、俺最初に押してる。一番終わってない人から殺しましょうって言うかと思った。ああ、それも、それはちょっと、さすがに。ある意味もっと、もっとひどい方法だったんで、びっくりしました。いや、むしろ、1曲ぐらいで終わりますもんね。ケイさんが死んでるからね、あの、タスクをやってくれてる。え、ケイさんとピカさんって、あ、ピカさんがあと1だっけ？あ、もう終わりました。終わった。だったらなんかね、門番とか石碑とか見てくれたりしてくれれば。はい、やります、全然。はい、あの、むしろ、追放しない方が多分、リスク的にも。そうですね。キリしてくれた方がいいか、インポスター側はキリする人を選ばなきゃいけないから。あ、ちなみに一応、薄い情報ですけど、落としてくる。ゲンさんがすげえ熱心にタスクやってるのは目撃してます。リアクターも時も私たどり着いたんですけど5人ぐらい来られたじゃないですか。だからもう私ガンムシで覚えゲーやっちゃいましたね。すいません。なんかあのタスクが届くギリギリの位置ですげえ一生懸命やってるのを何回か見たんで、ゲイさんなんか裏として一生懸命やってるのかなっていう気はします。薄い情報ですけど、ね、鮮明さが伝われば嬉しいです、はい、じゃあちょっと話を戻して、うん、ピカさん一応順位付け、はい、あ、待って、逆考えるか。不可能な人、アドミン周辺コミュニケーションなってる最中、アドミン周辺いた人も多分結構厳しいと思うんですよ。どっかかしらで目撃情報あるはずだから左に行く。うん、あの多分コミュサブ最、うん、あのコミュニティのサボタージュの最中にキルが発生してると思うので、発生直後の位置を洗うのが多分議論的には正解。レンさんとトータスさん、アドミンいた。トータス、コミュ終わりはもうあれ、メドベー前ぐらいの。ああ、そうかそうかそうか。トータスさん、一応可能な。ピカさん目線って、本当、タクト君かトータスさんしかできないんじゃない？僕、さっきできないってなってると思うんですけど。じゃあ、ボタン意識ね。タスクばっかりにとらわれないように。ボタン意識を。はい、最悪、これ、死体消えてもいいな。なんなら、もう。消えたとしてももうサボタージュ終われそう。下たくさんいたから。ドロー。ほらで。とはいえ安易にキルされてもないから。いいかつボタン。いかちいいボタンだな。8割進みましたね、はい、0.8 ゲージ分進んだので、このペースで押し続ければ0キルで勝てますね。このサボタージュ、弦だけで直して、弦だけでボタン押しました。素晴らしい。仕事の早い男はそれも仕事人だな。まあ、死ぬ前に教えた方がいいかなと思ったので、はい、そのおかげでだいぶ進みましたしね、タスクも。うん、メイヤーさんってさっきのさっき2個前、え、1個前呼ばれるときって、はい、アップロードやってる最中に中断されました。そうだよ。あ、いや、あの昨日の続きの話をしましょう。オッケーです、オッケーです。はい、コミュニケーションが鳴ったときの位置を左半分でさっき話した人以外で。うん。あ、じゃあオラフはカフェ右上っすね。え、はい。
で、タスク終わって、アドミンで多分ゲンさんと合流してます。うんうん、多分そうです。いないか、この人物。おえちゃん。はい。昨日の話？Kさんが死んだ時の話です。ああ、いや、左は一切行ってないです。僕は右側にしか行ってなかったはずなんで、左の話全くわからんと聞いてます。最初、コミュニケーションがなった時どこにいました？ストレージやと思う、多分。なんか真ん中らへんやった気がする、下の。ストレージか。うん、コミュニケーションかストレージどっちかやと思う。コミュニケーションは違う。コミュニケーションでも入ってないな。あ、じゃあストレージ閉じ込められて左のドアのところで僕をちょっと警戒して一歩下がってましたっけ。なんか一人いて、多分先端さんがいたんかな。じゃあそれが誰か見たよなと思って。おちゃんいたわ。閉じ込められましたよね。閉じ込められました、参りました。あ、うん、トータスさんに確認したいんですけど、うん、カフェテリアでオラフさんって見ました？俺誰も見てないと思うで、カフェテリアで。ルート的にどういうルート通りましたか？アドミンから左、もうほんまに、ね、椅子の左の方を通っていってるから誰も見てない。あー、ものすごい勢いでメドベイ行ってるから俺。まあ定期的に押して勝ちましょう。うん。クソゲーに落ち込んだゲー。じゃあセンターさんの提案が嫌な言ってるでしょ。役立たなりそうだよね。中にいそうだね。ロピンク電子。まあサボタージュ考察はやめよう。あ、ちょっと遅かった。ごめん。え？今リアクター上おげんさんが言ってて、うん、うんうん、上ピンク黒オレンジは右多分ずっといましたよね、うん、いやでも最後リアクター僕向かってましたよ、左側。いや到達してる人だけでいいっす。ああ、じゃあそこはついてない。一応最後リアクター4、うん、カフェ2アドミン1でした。アドミン見てます。あ、じゃあサントさんも白で合ってるで、ああ、リアクター下、リアクター下直したのがセンターさんと、オラフくんです。僕です。でピカさん鳴らせるか無理だったらタクトさん。僕まだたどり着いてないです。え、上からタクトくん来てない？リアクター、いえ僕たどり着いてないです。どこいますか今？今ロアのあたりですね。ロア光ってました？アッパーは光ってました。ロアは光ってないです。なるよ 4,5 秒前から見ていたんですけど、ロアが光ることはなかったです。アッパーは光って最後呼ばれるとき聞いてます。あのね、一番最後ですか？うん、一番最後。僕一番最後のタイミングでロアにつくかつかんかぐらいだったと思うんですけど。え、そんな早くないよ絶対。オラフ君から、いや違う違う、オラフ君がリアクターにいた人を把握してるはずなのに全く証言が出ないから、オラフ君とタクトさんかな多分。僕リアクターにそもそもたどり着く、うん、ついてないんですよ。で下も直ってなかったんで、僕が近づくまでリアクター早めにオラフ君が下行ったにもかかわらず。なるほどなるほどなるほど。多分だけどリアクター入った時上の方からタクト君歩ってきた気がするけどな。いや、それは見間違いだと思いますよ。多分 K さんの亡霊とか緑違い。今最終的にリアクターの上の中にいるはずです。から真ん中の方に来た気がするけど、ね、うん、どっちでもいいっすよ。どっちがいいですか？違うんだ。僕はタクト君に投票しました。さようなら。カンニングせえ。これスキップ入れて。違うんだ。ちなみにオラフさんに入れたのは私です。じゃあロラしましょう。はい、ロラしましょう。対策しとくか。え、
ああ誰もあれこれ一応リアクターにいた4人念のため確認しておきたいんですけども最後これはえこれリアクターにいた4人ですか。うん、あれですね、僕と先端さんとミーヤさんですかね。あ、ミーヤさん、ミーヤさんの3人と僕はあと1人知らないです。あと死んだ人、あ、ミーヤさんもともといないんですか。いや違うですよ、俺先端さんの後ろウェポンにいて、あ、だからピンク黒オレンジは僕が先頭だから大丈夫。そうそうそう、で俺アッパーで1回タスクやってる。あれ銀さんもいなかったでしたっけ。だ銀さんが死体でそこで読んでカウントされてんじゃない最後の1人で。あ、いやこれそういうこと、これってローラーってことは誰落とすの、誰がローラー、オラフ君、オラフ君ですよこれは。ローラーなんですか。もうあれでしょこれ。いやこれ本当ダメだと思うんですけど、まあ、セッタンさんのその鋭い考察で僕をローラーにするっていう感じですよね。鋭いってことは合ってるってことですか。合ってるってことやないか。いやもう本当この戦法悪いですよ、このキルクールタイムをこう稼いでいくっていう。あのまあそれはセンターさんに対して文句言っていいと思うけど、自白という形でよろしいかな。いやもうこれは、あ、もうほんまに悪魔のささやきやったな。いやもうこれはもう、いやでもいやこれはねタスクガン無視し、あのリアクターガン無視してタスクやってる人が悪い、これは。いや俺が悪いわ。早く終わって怒られました。タスクがでも全然できなかった。オラ君ごめんよ。早い人怒られますね。いやこれは仕方なかった。俺今やっと終わったもん仕事。いやこわ、でもあれ危なかったな。タクトさんに私すれ違ってっから普通に右で殺されてもおかしくなかったんですよね。ピカさん時点絶対タクト君しかないと思うんだけどなって思ってたんですけど、そんなことなかった。僕はあのキルやってません。いやそれはそうなんだけど、キルさん、タクトさん僕です。はい、そうなんだ、はい、いやでもまずかったっすよ。僕はあと5箇所タスク残ってたんで押されすぎてタスクができなかったです。わかるーわかるわかるよ。ちょ、できるオラフさんがやってどうこうしのいだんすか、ちょっと知りたいな。あ、オラフさんに殺されてドアに挟まったままピカクロスさんずっと無視し続けたっていう感じです。結構もう近場にいたんすけど、ピカクロスさんなんか配線直したりカメラ見に行ったりちょっと色気出していろいろやってるから一向に僕の下半身気づいてくれないんですよ。見えなかったんやもん。気づいてって、光らんかったんやって。絶妙にするでしょ。絶妙に真ん中にいるとギリギリ気づかない距離でしたね。まあそういう意味ではうまい位置のギリでしたね、うん、オラフさん。すげえいい位置でやりました。でもね、僕殺すとねタスク進むの早いんですよ。いやーバカ早いな。もう3ゲージぐらい進んでたんで。なんかそんな早く俺はずねえと思ってボタン押す前に確認したらもう6割ぐらい進んでてびっくりしちゃった。そんな進んでたな。俺残り3つぐらいまで行ったけど、そうタスクの運がすごく良かったんですよ。すごいね、手間のかかるタスクが全然出なくて今回。あー楽なタスクばっかだと思ってもうサク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 って終わりましたね。幽霊より早いってどういうことっすか。やばっ。いやーでもびっくりしたのタクトさん、私右側ですれ違ってたんですよ。リアクターみんなあの左側に集まってる時にタクトさんと右側で一回すれ違ってて、はいはい、ありましたあの時にインポスターだったらキルされるだろうから私タクトさん結構白いなって思っちゃってて、あの時直前に他の人ともすれ違ってたんでちょっとリスク高いなって思ってやれなかったんですよね。ああそうだったんすか。いやーあれでいやタクトさんねえだろうなと思ったし、それとコミュサボが発生した後にあのセキュリティっていう絶好な位置ですれ違ってもキルされないから、はい、タクトさんねえなと思ってたんですよ。本当に あの時はもうチキンが出ました。チキンでした。はい、もうチキンだった。いや怖いっすねリアクター中のキルって。そうなんかこ、やるべきだったかな、 やってダクトだったかな。あれでちゃん僕先端さんに疑われてしまったんで。え、あのリアクターで先端さん僕のこと疑ったんですよね。いやもう最初からですか。だいたいもうタクトさんとトータさんとオラフ君ぐらいしかキルできる人いないから。あーそっか。あとはもう俺浮いてるうち自分から言ったっていうのがあるから。あーそう、それもあるし、あとアドミンに周辺にいてわざわざ、ね、まあ、キルしに行ってメッドベイにねわざわざ入るっていうのも物理的にも
可能性低いし、あとはのんきすぎますよね、インポスターだったら。なんか本来は私のセリフ持っていいのかなと思ったんですけど、アドミンをセンターさんが一緒に見て、一緒にあの探しに行ったのを目撃してくれてるからセリフないっていうのを切ってくれたのも、センターさんのそこの情報があったのも強いし、一人容疑者これで消せてもらえた。カクロさんタスクも納得できたし、O2 確認してたから最初のリアクターの時に。なんか今情報もらったんですけど、オラフ君に僕殺されたの、あのアッパーエンジンの入り口ぐらいなんですけど、カメラにもアドミンにも両方とも映らない絶妙な位置で殺してたらしいです。ちょっとだけあるんですよね、多分そこだと思います。すごい、あばめっちゃ繊細な殺し方。タクトさんが多分消えてるかもしれない。